ある日わしが突然とスネーモンと叫んだら、そこから定着してしまってわしは少し罪悪感にまさかこの何年にもわたり白鳥の名が名付いてしまったということはな、それはならんと思うて、ですが今まで伏せておったのに、さすがにございます。もう何で可愛らしいと言いますよ。おすごくこう、そう言われてみれば、ああそのような名前をしてそうだなというような感じがありますよね。うん、お主にはそれが感じられたという。はこれはね。さて、しょうゆもんや。はお主は祭りが好きであるいや、それマジで勘違いの。祭りは嫌いか。好きでござります。どんな祭りが好きじゃ。やはり太閤祭が好きでございます。太閤祭とはいつ行われる祭りのことで。こちらはですな、5月の第2土日ですな。5月は5月の祭りを今7月はほぼ1年あるじゃろう。まだまだ魅力あふれる名古屋の祭りがあるじゃろう。あ、中村公園、中村公園、中村公園という大きい豊臣秀吉様を祀ってある。落ち着け豊臣秀吉様を祀ってある。声を変えるなと申しておらん。お主の出身の中村の話じゃな。さようにござります。前田刑事はちいと聞いておいてくれるか。この者が祭り好きといえば、祭り好き足軽といえば声もということで。そういや、そういや、お主は火を取るな。お主のさあ、そして私が生まれた地は中村である。はそうじゃな、ケイちゃん。そうです。おい、どうしたあ、なんだその笑い声も力が一切伴っておらんと。大丈夫です。どこがじゃ。少し声が失われかけておるな。いや、まあでも大丈夫。聞こえるか前田刑事の声。まあそういう時もあるわの。あ、この真剣にやられたのやもしれんな。大事にいたせ。真剣にやられるのは何も喉だけではなく、三口もそうであるわな。三口もこう、浸り込んでしまう。こんな感じで。髪を表して。ああ、なるほど。聞こえるか、前田健さん。髪を表しておると申しておる。ということで、祭り、中村の祭りがあると思う。はどんな祭りじゃ。こちらは、大門祭りというものもございますし、あと、中村公園には、中村の夏祭りございまして、そこで、祭りがあります。盆踊りござるで。あそこでだろ。さよう。あ、中村公園の祭りで盆踊りがあるそうです。花火この前やったぞ、中村公園で。またござるんじゃ、7月。ということでございます。祭って、他には何か良き祭りはあるか。さっきも翔右衛門が今言うておったのは、中村公園夏祭りのことでございますな。7月の最終の方で、29から30だったかそのあたりにござるんですが、こちらでは盆踊りもござり、他にもさまざまな催しござって、最終日にはなんと打ち上げ花火もござるというなんと良いではないものでございますゆえ、さらにこの夏一押しの和之助の推しておる祭りは何じゃ。わし一押しはやはり尾張島の天皇祭りでございます。こちらはもう織田信長様、そして豊臣秀吉様も愛したお祭りでございますゆえ、もうぜひとも皆様一度は7月23、24と24とやっておりますゆえに、24大きなわしらの催しございますが、そちらの方にもぜひともよろしくお願いいたします。だいぶかぶっとるな。さようにございます。行くなら23じゃな。さようにございます。23日の方で。さあ、そして翔右衛門や、お主一押しの祭りは何じゃ。はっ、わし一押しの祭りはその中村公園駅下車徒歩6分にある稲葉路公園というところがございまして、そこでも盆踊りがございますから、さようか。はい、最後にあのちびまる子ちゃんなる盆踊りがありますので、ぜひ皆さんも踊っていただきたいと思います。ちびまる子ちゃん、
うん、いかなる踊るポンポコリンというものを。ああ、なるほどな。これはなかなか耳障りの良い馬であるか。踊るポンポコリン。踊るポンポコリンでございます。おお、最高か。なかなかこの船騒ぎのこういった題名であるな。お主も3回出すか。ポンポコリン参りましょう。心配な声が。そうじゃな。ということで、まあ、前田健二、体は元気なの。今ちょっと聞いたのが喉だけが突然そういうことがあってな。故に前田健二と接する際は小声で参る。では、わし徳川家康と加藤清正、そして友の足軽陣が伝え、お祭りそこそこ好き、今日へまた達成だ。では皆さんもまた会おう。さらばじゃ。前田健二を。さあ、それでは皆様ようまいられました。これよりは前田健二様とこの15時から16時、約韓国ばかし、現世で言いますところの1時間ばかし、皆様とおもてなしと称し交流の方を図って